はい、皆さんこんにちは。アナヤンのバイオリン教室ですけど、今日は有名なザイツの協奏曲、これをちょっとずつ大事なとこだけ言いましょうね。まず一番最初、今ねイントロ弾いたんですけど、前奏ですね、これを弾いて次出てくるバイオリンです。みんな友達は多分弾く時のレーラっていうのは空中からこうやって弾かないようにね、ちゃんと乗せて、それでアクセント、これすごく大事ね、アクセントをつけるように。それ次ないですか、同じようにアクセントね、うまくやってください。それからちょっと音程の取りにくいところ、ここですね。これ一遍歌ってみるといいですよ。ソファラシドファミシドファミ、こうやってね歌ってみるといい音程取れるかもしれません。それからその先、難しいね。何が難しいかというと、こうならないようにね、何が違うかというと、どういうことかというと、こういうことですね。みんなこの曲弾けますか？弾けると思うけど、これ超速く、これぐらいで弾けるようになるというね、タンタカタンタカ、これはすごくバイオリンの基本です。それから3連符で弾くのと全く対になってきます。こういうふうに練習するといいです。そうするとこういう風にはならない。これはもう思いっきり力入れてジャガーって弾いてるだけだね。それじゃダメね。それからその後半すら2個ついたとこ、まあお友達の中には弓がものすごく多くなってしまう人もおる。こういう時は弓は少なく、それでちょうど真ん中のこの重心の辺かなーいうところ、この辺で弾く、この辺で、この辺よりちょっと上の辺で弾く、先の方で弾くと大変ですよ。元も弾けないです。弾きにくい。ここです、ね、これは練習しましょう。はい、その後、多分みんなが手こずるところ、ここじゃないですか。多分難しいと思うね。何が難しいかというと、まずこれ、それからアップで3つ、次はこれをバラバラに練習するといいね。まず次の小節、その次の小節、全部一緒やね、3回一緒。じゃあ今度はその次の音、その先はから、こういう練習してバラバラにします。で今度は4拍目だけ弾きます。1拍目と4拍目だけ、こうやって練習すると弾けるようになるかもわかんない。それでみんな多分一番苦手なのはここじゃないですか。こういうふうになるよね。これはすぐ返さないかね。だからスラーがついた3個目は少しスイスイスイと、こういうふうにいけると嬉しいなと思います。はい、それからその先の部分、ここですね。
ふうに体を入れてください。口の中で舌をトゥットゥットゥットゥって言ってください。トゥットゥットゥットゥ、自分に聞こえるでもいいし聞こえなくてもいい。トゥットゥットゥット聞こえますか？トゥットゥットゥット、ちょっと今聞こえるように言いますから、トゥットゥットゥットゥって言いながら弾きますよ。タッ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 めちゃくちゃ簡単にできる方法を今教えます。いいですか？どういう風に弾くかっていうと、こう弾いてください。こういう風に練習するんですよ。スラーを最後に持ってくる。トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥ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 、わかりますか？これを100回練習してもダメなのはこれですよ。スラーについてるところを一生懸命弾いちゃダメです。そこは終わりの音やと思ってください。こうです。そうすると優雅に弾けます。こんな風になります。なんかこうお話ししてるみたいでしょ。これはね、例えばもうちょっとみんなが練習するようになって、モーツァルトの協奏曲とか練習するときも一緒ですよ。こういう風の時に、このスラーだけ一生懸命弾くとちょっとなんか田舎っぽいですね。ダメです。そういう風に練習しましょう。それから威厳が出てきますね。威厳、はい、ここでまたものすごく大事なことを一つ言います。弓をみんな持ってますね。絶対できないかんことの運動を一つ言います。こう持って水平になって、こうこう、これをできますか？今度は左手のサポート離します。こうこうこう、手首が動かんようにこうね、まあ最初これで覚えてもいいかな。で横にして、こうこれができないと、このクロスして、クロスっていうのは威厳ですね。むちゃくちゃ弾くと体が動きますね。体がこういうふうに動いてきます。手首を上手に使うから、ほんのちょっと動かすだけ。これが大事ですね。あとは、ね、これ完全音程。完全予度。うまくとって練習してみてください。まだいろいろありますけど、おおよそこうです。では皆さん、頑張ってください。